皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ニュークリエーションチャーチの三好昭久です。今日もリビングライフのテキストを用いて神様の言葉である聖書からご一緒に教えられてまいりましょう。本日は2020年8月13日の木曜日、聖書の箇所はローマ人の手紙9章14節から24節。タイトルは主権者である神の御心による慈しみ深い選びです。私たちのうちに働く神様の素晴らしいご計画、そしてその主権者である方の素晴らしい恵み、そのことについてご一緒に教えられてまいりましょう。ローマ人への手紙9章14節から24節。それではどのように言うべきでしょうか。神に不正があるのでしょうか。決してそんなことはありません。神はモーセに言われました。私は憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむ。ですからこれは人の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。聖書はファラオにこう言っています。このことのために私はあなたを立てておいた。私の力をあなたに示すため、そうして私の名を全地に知らしめるためである。ですから神は人を御心のままに憐れみ、また御心のままに頑なにされるのです。するとあなたは私にこう言うでしょう。それではなぜ神はなおも人を責められるのですか。誰が神の意図に逆らえるのですか。人よ、神に言い返すあなたは一体何者ですか。作られたものが作ったものに、どうして私をこのように作ったのかと言えるでしょうか。陶器師は同じ土の塊から、あるものはたっといことに用いる器に、別のものは普通の器に作る権利を持っていないのでしょうか。それでいて、もし神が御怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられたのに、滅ぼされるはずの怒りの器を豊かな寛容を持って耐え忍ばれたとすればどうですか。しかもそれが栄光のためにあらかじめ備えられた憐れみの器に対してご自分の豊かな栄光を知らせるためであったとすればどうですか。この憐れみの器として神は私たちをユダヤ人の中からだけでなく異邦人の中からも召してくださったのです。私は小学生の頃、私はクラスで割方大きい方でした。ところが中学に入ってからだんだんと身長が伸びなくなってですね、もうほとんど中学2年生になると全く伸びなくなりました。普通はですね、男子は中学2年生ぐらいから大きくなるので、どんどんみんながですね、この背丈を抜いていくんですよね。それで私はですね、この川端式というですね、やりなんか当時流行ってたのをですね取り寄せて、そしてその体操をやってですね、毎日ミルクをですね、これ1リットルから飲んでですねやりましたけど、1ミリも飲みませんでした。やがてですね、高校を卒業するときに父親がスーツを買ってくれって言ったときにですね、背が低いのでこう既製服が入らないですね。もう少し背が高いとですね、もう一つ上の大きさで入るんですけれども、し背が低いのでですね、この既製のものが入らないんですね。そしてですね、なんで自分はこんな体型なんだろうかって、そのようにですね、この思ったことがありましたが、やがてですね、この安いオーダーメイドのスーツが出てですね、このオーダーメイド、あ、そうか、自分の人生っていうのはオーダーメイドの人生なんだって、自分は本当にこんな体型だけど、これは本当にですね、なんで自分をこんな形に作ったんだって、まあ、そういうふうに思わないこともなかったけど、しかし、神様は私たち一人一人をオーダーメイドの人生にこの作ってくれている。
そのことをですね、本当に教えるために自分にこの体型を与えたのかなって、そのようにこの思わされるわけです。ですからですね、私たちはですね、自分にはどうしてこうなんだろうか、体型だったらいいですけれども、自分の性格が嫌な人もいるかもしれないし、自分のこの親が嫌な人もいるかもしれないし、自分のこのなんていうか、いろんな人生のですね、なんでこうなんだろうかって、そういうふうにですね、このいろいろとですね、文句を言いたくなる。どうして私はこのように作られているのか、どうして私の人生はこのように作られているのか、そういうふうにこの思いたくなる、そういうことがもしかしたらあるかもしれません。しかしですね、この聖書によるとパウロはですね、この神様はですね、この全てのことの中に働いて主権を持ってそれらのことを導いているんだ、こういうふうに言うわけです。14節に、それではどのように言うべきでしょうか、神に不正があるでしょうか、決してそんなことはありません。神様、あなたは不公平です言いたいかもしれないけれども、まあ、いきなりですね、神には不正はない、こういうふうに、まあ、言うわけです。神はモーセに言われました。私は憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむ、ですからこれは人の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです、あります。ですが、私たちのですね、もちろんイエス・キリストを信じるようになったのもですね、なんで私が信じるようになったのか、自分が頭良かったからなのか、心が素直だったのか、罪が深かったからなのか、わからないですけれども、でもなんで自分は信じて、自分の友達は信じないのか、わからないわけですよ。でも、私たちはそれを神様の恵みによって、憐れんでくださった。人間の力では信じることができないのに、神様が憐れんでくださった。そういう意味でですね、まあ、選ばれたとこう理解するわけなんですけれども、それにはですね、目的がありますよと言います。3つの目的なんですけれども、第1番目は主の力と皆をこの知らしめるですね、この世界にご自分の皆と力を知らしめるためだと言うんです。17節に、聖書はファラオ、エジプトの王ですけれども、こう言っています。このことのために私はあなたを立てておいた。私の力をあなたに示すため、そうして私の名を全地に知らしめるためであるとあります。これはですね、エジプトの王はもちろん神様は信じてないんですけれども、しかし、まあ、エジプトの王が堅くなりになってですね、神様を信じない、我々から見たらですね、なんでこの人はこんな堅くななんだろうか、なんで信じないんだろうか、あるいはですね、私の人生の中にもなんでこんな否定的な体験があるんだろうか、なんで神様はもっとパッとこうスムーズにいろんなことやってくれないんだろうか、まあ、いろいろあると思うんですけれども、しかしその問題の中に実は神様が働かれるということです。ですからですね、問題が大きければ多いほどですね、かたくなであればあるほどですね、神様の力はさらに偉大である。だから私たちはですね、この自分の人生の中で、まあ、とても神様がいたらこんなことがあっておかしいんじゃないかなって思うようなことがもしあったらです、ね、私たちはその時に求められていることは主の主権を信じて主を賛美することです。主よ、このことのようにあなたを賛美します。この人が堅くななのであなたを賛美します。うちの子供がこの勉強しないので賛美しますねいろんな問題があっても、神様の力が、御業が働くために神様がこのことを許しておられる。そのことがですね、エジプトの王ファラオにも明らかになっているわけです。ですから主の力と皆を知らしめるために、こんな問題も解決できたんです。ですからですね、この信仰のですね、このビギナーズコースは祈りがすぐ答えられる、ね、中級コースもちょっと祈ったら答えられる。でもですね、アドバンストコースになると、上級者になるとですね、なかなか答えられないわけですよね。そしてですね、問題も大きい。なんでこんなことなんですかって、こんなに一生懸命やってきたのに、なんで神様はこうひどい仕打ちじゃないですかでも言うんですよ、神に不正はない。だから私たちはまず賛美するところから、まず主を見上げるところからやる。するとですね、この2番目にこう書いてるんです。19節に、するとあなたは私にこう言うでしょう。それではなぜ神はなおも人を責められるのですか。誰が神の意図に逆らえるのですか。人よ、神に言い返すあなたは一体何者ですか。作られたものが作ったものに、どうして私をこのように作ったのかと言えるでしょうか。陶器師は同じ土の塊から、あるものはたっといことに用いる器に、別のものは普通の器に作る権利を持っていないでしょうか。それでいて、もし神が御怒りを示してご自分の力を調べようと望んでおられたため、
笑えたのに、滅ぼされるはずの怒りの器を豊かな寛容を持って耐え忍ばれたとすればどうですかと答えるわけです。つまりですね、神様は主権を持って示していることは何かって言ったら、祈れっていうことですよ。神様は寛容、豊かな寛容を持って耐え忍ばれているんだ。つまり私たちは主を賛美することによって、主と同じ思いを持ってその頑なな状況の中で祈り続けていく。主がですね、この寛容を持って忍耐を持って、そしてこの世界のいろんな問題に対してもう滅ぼさないでおられる、その思いを私たちも同じように持つことができるために、私たちは祈りのトンネルをしばしば通らなければならないんですよ。ですからですね、こと状況がすぐに変わらない、いや永遠に変わらないかもしれない、その病気が治るように祈ったけど治らなかった、その人が蘇るように祈ったけど蘇らなかった、いろんなことやったけれども、何でか分かりません、主をどうしてですか。でもその時にも主がですね、寛容を持って、そして忍耐を持って私たちに臨んでおられる。でそのことがですね、主の豊かな寛容と忍耐を示すために、今この問題が人間の目には難しく思える、それは祈れ祈れ、そのように私たちに語りかけられているんです。でその時に何が起こるのかというと、23節に、しかもそれが栄光のためにあらかじめ備えられた憐れみの器に対してご自分の豊かな栄光を知らせるためであったとすればどうですか。この憐れみの器として神は私たちをユダヤ人の中からだけではなく、異邦人の中からも召してくださったのです。つまり神様の憐れみがですね、豊かな栄光が示され、神様の憐れみが示されるためだ、誰かの救いのためだ、私たちに神様のこの栄光、人々の救いのために私たちが用いられるためだ、そういってですね、この神様はおっしゃっているわけです。かたくなな心、状況、いろんな難しい問題、そういうことがあった時にですね、私たちはですね、その時こそ神様と共に歩む大きな機会です。そしてそのことを忍耐強く祈り続けていく時に、神様はあんなにかたくなだった人も救いに導いてくださる。私の父もですね、本当にですね、洗礼を受けた時には私も殴り飛ばされてですね、そして出ていけって言われて、本当にですね、いろんなことがあったですね、教会やってきてですね、蹴飛ばしてですね、扉蹴飛ばして、こんなしょうもないことしやがってって叫んでですね、帰ってった親父ですよ。でも本当に死ぬ間際になった時に、まあ、死ぬ数年前から本当にですね、自分の弱さを知り、そして私の人生を見ることによってですね、神様は本当に生きておられる、そして最後のイエス・キリストを信じて天国に行ったんですね。ですから私たちは本当に固くなな心、固くなな状況、その時にまず主を賛美して、そして祈って、そしてこの人の救いのために、いや誰かの救いのためにこのことは用意されている、そのことを信じて前進させていただきましょう。いかがでしょうか。私たちはもしかしたら本当にニッチもサッチもいかないように感じる、そのような問題の中で今本当に困っているかもしれません。しかしその時こそですね、私たちはこの問題に生きて働かれる主がおられる、主にできないことは何もない、そのことを経験させていただく大きな機会となっていく、そのことをぜひ捉えていきたいと思います。そしてすぐに問題解決しなかったとしても、私たちが祈る時にその祈ったプロセスこそが最も尊いものである、そのことを経験するようになるのではないでしょうか。私が結婚のために祈るときも、仕事のために祈るときも、教会のために祈るときも、なかなか答えが出ない不能のときにも、実はその祈りのプロセスの中を通った主が私と共にいて、そして私の問題に関心を持ち、そしてそれが御心によって誰かの救いのために用いられようとしている、そのことをぜひ信じて歩ませていただきましょう。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたの素晴らしい恵みを覚えて心から感謝をします。何よりも素晴らしいのは私たちがあなたと共に生きることです。あなたが私たちの問題に心を止め、そしてそれを手を伸ばし解決しようとしてくださっている、そのことを
信じます。そしてあなたの愛と素晴らしい恵みとその力技を信じます。主よ、どうぞ今日も導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。